皆さんこんにちは、ギタリストの吉住和弘です。今日はですね、このギターを、持たないシリーズの動画を1本ですね追加させていただきたいと思います。はい、今3月のでちょうど上旬ですけども、花粉症がねある方は非常に今辛い時期なんじゃないでしょうかね。はい、かくいう私もですね、先月末2月の末頃ですかね、非常にしんどかったです。症状が出まして、まずね目がかゆいですよね。もうずっとしょぼしょぼしてる感じで、鼻水は垂れるで、喉痛いで、痰が辛くで、最悪なのは、ね、頭が痛かったですね。はい、頭が痛いとねもう集中力ないですよ。皆さんにも笑顔できないしね。はい、まあということで、症状が出て少し数日してからね、あれだったですね、抗アレルギー薬みたいなのもちょっと飲んだんですね。で、自分の場合はね、ちょっと子供の頃から慢性アレルギー性鼻炎っていうのがちょっとの持病で、あるという自覚があるもんですから、いつもね、花粉症が出る年はね、悪化させてから対応するんですよ。ね、多少鼻水出たぐらいだと、いつものことだよなと思ってしまうので、すぐにね、花粉症疑わないんですよ。で、必ずしも毎年強烈に出るというわけでもないようで、ちょっとそこがね、つかみにくい体質なのかなっていう感じなんですけども、ちょっと先月先月末その1週間薬飲みました。悪化はすれども良くはならない。かといって悪化が薬のせいってわけじゃないんですけども、効かなかったってことなんでしょうね。はい、でフェイスブックにもですね、こんなことを書き込みましたら、いろいろアドバイスいただきました。もう事前にね、1月ぐらいからもう予防のためのなんか薬をお医者さんに行って処方してもらうといいとかね、ただもうちょっともう症状が出ちゃってもマックスですみたいな状態では、やっぱりなんか皆さんダメですねっていうなんか感じなんですよね。なんか漢方薬系のお茶飲んでくださいとか、いろいろとありがたいね、アドバイスもいただいたんですけど、ちょっとね、自分で思うところが一つね、その時、ひらめきがありましてね。はい。無病法ってね、ちょっと、割と、詳しい人は、にとっては有名な本なんですけど、ちょっと本をね、割と最近、入手してちょっと読んでね、食を抑えると、なんかその体の体質が改善する、ね、で、病気になりにくいみたいな、もう多分ね、400、500年前の、に書かれた本なんですけども、そこにこういろいろ今の現代だったらこう解釈してこうやったらいいみたいなアドバイスが書いてある本なんですけどね、これも下の方にちょっとAmazonかなんかのアドレスを入れておきますけども、ちょっとそういうのを読んだっていうこともありましたし、あと薬はねもう昔から私の場合効かないっていうのがもう常に自分がそういう感覚を持ってるもんですから、今年はもうちょっとなんか変わってみたいということで、実はね2日間ほどもう完全な断食をしました。はい、で完全な断食っていうのは一応水だけは飲みまして、もう一切食事家族はご飯目の前で食べてるんですけども、全て我慢をしてということで、丸々2日間、約50時間ぐらいですかねは完全に体をですね、休めたというような状態に持っていきまして、その後回復食を3日ほど続けて、今もちょっとほぼダイエット食みたいな感じでね、食事のあんま制限という言い方はしたくないんですけど、ちょっと食生活を変えた、生活をここ1週間今日ぐらいですかね、1週間ぐらいかちょうど1週間ぐらいですね、今してるかなというところでございます。はい、で今こうカメラに向かってね、マスクもしないし、くしゃみもしないし、鼻もすすり上げないしという状態で、本当にもう完治しましたって言っちゃって、もう完治宣言ですね、 YouTube の場を借りてしたいと思います。はい、ということでね、何が言いたいかと言いますと、もちろん私のやり方でね、断食すれば治りますよっていうことを言いたいんじゃなくて、一応ね、一例として実際こういうふうに良くなった人間がいるので、本当に花粉症悩まれる方がいらっしゃれば、ちょっとね少しお金のかからない、ほぼお金のかからない対策なので、ちょっとそのノウハウをねお話ししたいかなと思います。はい、で2日間の水だけで暮らしたっていうのは、ちょっとしんどかったっちゃしんどかったんですけどもね、
あれですよ、本当にしんどかったのはね、あのなんせあの断食の空腹よりもね、あれですよ、あの花粉症の症状ですよ。ですから、まあ、あの薬が効かなかったということで、もう排水の陣なので、もうあのこれやるしかないなって、もうね腹くくるしかなかったんですよ。ですので、あの断食することは本当にね、正直あのあまりそんなに苦じゃなかったですね。で幸いあの、まあ、ギタリストという仕事なもんですから、あまりあの運動を激しくすることもないもんですから、あのカロリーをそんなにね取らなくても、まあ、なんとか維持できるだろうということで、あの一応まあそこをね、あの断食を思い立ったという一応決意 の, あの、まあ、背景があったわけですね。はい。でまあ、あの少しずつ、まあでもね、大丈夫だったっちゃ大丈夫ですけども、まああのでもね、不思議なことにね、少しずつですけどもね、あの胃を空にしていってから、だんだんね、あの症状がね和らぐのはやっぱり感じたんですよね。はい。で、あのあこれはあのね、薬飲んで何も治らないよりは、もう間違いなくこれあのいい方に行くなという、あの兆しがもう、1日経ったあたりですね、2日目の朝を迎えるぐらいかな、あのもう予感としても、予感というかもうほぼ実感としてありましてですね。でこの後、まあ、あの断食を終えてすぐ今までの食生活に戻るというんではなくて、これもまたねありがたいことに、あのねフェイスブックでね、あのいろいろと助言いただくんですよ、ありがたい助言をね。はい。これね、感謝しなきゃいけないのはね、金陽太さんね、友人のギタリスト、ね、吉住さんね、ということで、回復食、これ舐めちゃいけないですよってこと、多分あの以前失敗をされたんだと思うんですよね。ですので、まあ、徐々に戻していく、いかなければいけないという一応助言を得まして、その通り、やっぱり、軽く本当に、野菜を本当に徹底的に、柔らかくなるまで煮たりとかして、そんな食事をとりましたですね。はい。で、まあ、そういうような食事が3日続いて、まあ、今また数日経ってる、まあ、トータルで1週間ぐらい、まあ、回復食から今に至ってるかなという感じなんですけども、もう一つね、有用のアドバイスしてくれたあの友人がいるんです。ボリビアの人ですよ。はい。おととし日本のね、私がやってますあのバリオスギター国際ギターフェスティバル、こちらにあの招待ギタリストとして呼びましたね、ボリビアの知らない人はいないという有名なギタリスト、ピライバカさん。この方がね、修行時代ね、ドイツであのギター習ってらっしゃったんですよね。はい。ケルンだったかな。ヒューバート・ケッペルさんっていう有名な教授さんに習うっていうので、ドイツにいらっしゃったんですけども、ドイツではね、こういうアレルギー対策をしていて、もう効かない人はないっていうふうな、一応コメントだったんですよ。まあ、これ私も、彼も医者じゃないので、あくまでも一つの意見ってことでね、聞いてくださいよ、ノウハウってことでね。はい。治るという意味で言いません。はい。その時言ってたのはね、まずね、あれだったですね、砂糖抜きですね。はい。あと、肉抜きですね。で、あとは、パンだとか、お米ですね。パン、お米を食べるとき。まあ、パンだったら全粒パン。で、あとは、あれです、お米だったら玄米を使いましょうということで、精製された穀物ですね。純度を高めた穀物。まあ、これは砂糖も含めてだと思うんですけども、そういうふうに人工的に純度を高めたそういうものを使わないようにしましょうってことですかね。まあ一応そんな感じだったかな。一応アドバイスをいただきまして、で、いや私もね、まあその断食の最中、いやこれなんかちょっと、確かにそうかもしれないということで、思い当たる節があるなと思いまして、肉はね、昨日ちょっと初めて食べましたけど、肉はねずっと抜きましたね。はい。まあ、今良くなってるという感じという一応観点からいきますと、肉抜きは確かに成功だったのかもしれません。はい。で、あとね、砂糖ももちろん、自分でほとんど食事を作りましたけども、砂糖をこう入れてってことも、なかったですね。はい。これもですから感知の一つの要因だったかもしれない。はい。で、あとはね、ちょっと玄米パンを買うとかね、あれです、玄米パンじゃない、全粒パンを買うとか、玄米パンを買うっていうのはね、ちょっとね、我が家ではね、まあ、いろいろと抵抗がございましてですね。はい。もう、これだったらね、まあ、ちょうど自分も中年でね、少し太めだったので、ダイエットもついでにしちゃおうと思ってね。じゃあもう、全然まだまだ取るだけの余裕はあるの。肉がなくなる余裕はあるのでね。じゃあもうしばらく、パンとね、
ご飯も食べないって宣言して、で今未だにやっぱり、まあ、ほぼ食べてないですね。子供が食べ残したものちょっとだけパンを食べたかな、昨日ほんのちょっといただきましたけど、ほぼ食べてないです。でこれもね、確かに体調が良くなってる原因というかね、結果を生んだ一つの、きっかけなのかもしれませんね。はい。まあということで、まあ何が良かったかってちょっと一概見えないんですけど、まあ自分の中でね、いくつか、まあ今後食生活を気をつけていこうっていう先ほどのピライさんの発言もあるんですけども、ちょっとそこをね受けてね、自分なりにちょっと、今後もまた報告をしますのでね、一応表明をしたいと思いますね。はい。でまずですね、そうですね、先ほど出たお肉ですね。まあお肉は、食べます、食べます。でも、でもね、できるだけ少なくします。はい。本当に、昨日ね、食べたのもね、肉団子、本当にミートボール、2個とか、もうそんな感じ。もうそのぐらいします。はい。そういうステーキ食べたいとか、そういう欲はね、もう極力切ります。はい。もうアレルギーのね、改善したという体験をしてしまったので、思いを、もうしたくないです。ステーキよりも快適な人生を送りたいですね。はい。ということで、肉はもう小食にします。はい。魚食べます。はい。魚今のところ大丈夫ですね。はい。で、あとやっぱりあれですね。まあちょっと玄米とかは、全粒パンはちょっとやっぱり家庭、うちもまだ子供が小さいので、同じものを食べなきゃいけないっていうところがあるんで、まあこれはね、少しずつ家族の人間の了解を得ながらね、少しずつ完全な全粒パンだとか玄米だとかって難しいかもしれませんけど、少しずつね割合を増やしたいかなと思ってます。はい。あと砂糖ね、これはもう少なくとも自分からコーヒーだとか料理に自分で進んで砂糖を入れるってことはもう絶対、なしにしますね。これも何かの原因なのかもしれないし、自分で少なくとも料理を作る分にはね、例えばみりんだとか人参だとか玉ねぎだとか甘みの出る野菜とかねありますよね。まあそういうものを使っていればなんとかなるかなということで、はい。まあお金がね出せれば、そういった精製されてね、砂糖きびのねお砂糖だとか、まあそれを使えばいいのかもしれませんけど、まあ私もそんなにリッチな人間ではないので、はい。庶民が実現できそうなところということで、気をつけていきたいなと思ってますね。はい。で、あともう一つね、これやはり家庭の中で、まあ、料理作りますって言った時に、まあ、私が作ったりする場合も、まあ、今はもうすごく割合増えてますけども、家内とね、料理交代に作ったりするわけなんですけども、日本食の調味料ね、重要なとこありますよね。醤油があって、味噌があって、あとはみりん、酒ですか。これもね、家にあるものを見てみると、なんかね、アミノ酸とか、なんか水溶、なんとか水溶、ちょっと忘れましたけど、料理酒もね、なんかアミノ酸って書かずに、なんか、そういう、アミノ酸みたいなものを溶かした、なんとかつったかな、そういうものが、なんかこう、絶妙にわからないに書いてあったりするんですよ。で、もうね、それはね、4つの調味料、ね、今言いましたね、醤油と、味噌、酒、みりんですね、日本食を作るのに必須のこの4つの、調味料に関しては、一応無添加、まあ、簡単に言ってしまいますと、化学調味料の入ってない、だしの入っていない、調味料で、これからはいきましょうということで、一応なんとか家内と合意を得ましてですね、まあ、これでまあしばらくずっと行こうかなと思ってます。はい。でまあ本当に、比べる対象が花粉症の一番ひどい時と比べているので、まあ、ちょっとあまりアンフェアなのかもしれませんけど、逆にでもそこに戻りたくないという気持ちは非常に強いですね。で今まで確かに太ってるっちゃ太ってたんですけど、でも自分の人生の中でね、まあ、今まで YouTube にも上げてましたけど、歩行法だとか呼吸法だとか健康にすごく気をつけてましてね、今までの自分自身の人生の中で一番体の使い方が上手だと思えてるんですよ。だからまあそんなに不便という感じはなかったんですよね。ただまあちょっとまあそういったいろいろと、まあ家庭の食事の事情だとか、
やっぱり外食もしちゃうとか、まあ、そういう中でね、まあ、自分自身ももうアラフィフですから、あまりやっぱりそのね、栄養を積極的に取らずに行くっていうことはちょっとね、まあ、考え直す機会なのかなというところも自分でありましてね、はい、まあ、今回実際こういうふうに元気になりましたので、ご報告と一緒に、一応一つ、何をしてきたのかということを、まあ皆さんに報告するのと一緒に、まあ、私に対しても、まあ、何て言うんですか、忘れないようにね、ちょっとこう記録として残しておこうかなと思いまして、まあ、今回ちょっと、動画をね撮らせてもらいました。はい、まあ、ということでね、まあね、大変だと思いますけど、皆さん頑張ってくださいね。あ、一つだけちょっと言い忘れましたね。回復食の中でね、これも一つね、これは生徒さんからのアドバイスですね。はい、腸内環境を整えるといいって言われましてね、ヨーグルトですとか、あとは納豆ね、この辺はね、もちろん栄養がお米やパンの代わりにはならないんですけど、あんな腹持ちよかったですね。これは結構今でもよく食べてます。はい、そういった乳酸菌っていうんですか、発酵食品、これはね、今以前に比べるともう数段率先して取るようになってます。はい、あとはあれですね、自分で作るね、野菜の味噌汁ね、これね、なんか最近マイブームなんですよ。美味しいですね、野菜の味噌汁。昔はそんなこと絶対思わなかったんですけど、まあ年齢のせいかもしれませんけど、はい、ひょっとするとそれも改善のきっかけになったかもしれません。ちょっと一つ言い忘れましたね。うん、これも大きい、うん、かもしれませんね。はい、まあということで、お金をかけないと言いません、やっぱりちょっと別のお金の使い方をしてますのでね。はい、ただまあお医者さんねにはお金を落としてません。はい、これはお医者さんにお金を落とさないということは、ね、税金の無駄遣いしなかったということに僕はつながってると思いますので、はい、必要な検査等は受けますけどもね、自分はこういう主義なので、まあ今回良かったなというまあちょっとこれも自画自賛みたいな動画で申し訳ないんですけど、はい、役立つ方がいらっしゃれば幸いでございます。はい、ただこれ私医者じゃありませんので治るとは言いませんし、あくまでも自分の、体験談ということで、皆さん自己責任で自分の人生、アレルギーと向き合ってくださいね。はい、自分が変わらないとアレルギーは治らないっていうのが一応私の一応最後の、結論というか言葉として、動画を締めさせていただきたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。